皆さんこんにちは、とんちゃんです。ここは神戸市垂水区塩屋北町です。塩屋北町じゃなくて北町って読むところがオシャンティーですよね。そうかい。この場所は実は須磨浦公園のロープウェイで有名な須磨浦三条遊園の山の裏側なんですよ。須磨浦三条遊園にはロープウェイで登るにしても歩いて山を登るにしても須磨浦公園の駅あたりから北に向かって登るのが普通なんですが、山の反対側から登れないもんなんかなって前から気になっていましたんで、今回はそれにチャレンジしたいと思います。この辺はね、電車の駅も何もないところなんですけど、こうやってお店がいっぱいありますよね。で、この道路のね、交通量もすごい多いところで、人も多く住まれているところです。こういう街を見つけるのがね、僕ちゃん好きなんですよ。僕ちゃん。このすぐ裏側が山になってます。このどっかから山道に入って、須磨浦三条遊園に繋がってたらええなとか思ってるんですけどね。どうでしょう。Google マップを見る限りでは、ここをちょっと東側に進んだところ、トンネルの手前ぐらいのところにそれっぽい道があるんで、とりあえずそこに行ってみたいと思います。もうそろそろかな。これね、前にモーモークラブっていう焼肉屋さんやったところですね。モーモークラブ、まあ、知る人ぞ知るお店ですけど、これですね、ここを入ってこの先に道があるんやな。でもちょっとこれ入れないですね。なんで？ここはね、会社の敷地内になっていまして、まあ、こうやって私有地で入れないですね。残念。そうか。これはちょっとマイチングよしこ先生やな。誰？知らない。ちょっとまた別の道探しましょうかね。一本西側の道まで行って、そこから登山口がないか探してみます。 Google マップを見る限りではね、ここの道からで一の谷下山入り口とか書いてるんで、まあ道自体はあるんでしょうね。じゃあここ曲がります。ここを曲がってこの道を進んでもね、その山の中に入っていけそうな道があるみたいなんで、まあ、これで行けたらええけどな。こういうのは割と運任せやな。あれ上の方見たらね、山の中にガードレールが走ってるのが分かりますね。やっぱ道あるんや。まあ、そこに入れるかどうかやな。日頃の行い次第やで。これちょっと雪降ってんな。なんや寒い思ったら雪降っとうわ。この先道が分岐しています。こっち側に行ければ山に入れそうですね。あ、でその分岐点のところに来たんですけど、門が閉まっていて、これ多分さっきの会社の敷地内ってことなんでしょうね。こっから入れまへんな。こっから須磨浦三条遊園に行けそうなんですけどね、入れないですね。これまたマイチングよしこ先生やな。まあ、ちょっとここは入れなかったんですけど、とりあえずもうちょっとこの道を先に進んでみたいと思います。まだなんかあるかもわからん。今日大丈夫かな。なんかある。ネットデイリーゴルフスマウラゴルフか、ゴルフか。これゴルフの押しっぱなしや。ってことはもうこれはこの先行かれへんのかな。行き止まりか。残念。じゃあまたちょっとぐるーっと回ってね、山沿いの道を歩いていきたいと思います。はい、じゃあというわけでね、ぐるーっと回ってきました。でここからこの山沿いの道をずっと歩いていきたいと思います。どっかにね、その山に入る道があったらいいんですけどね。今回はもうこれ探検ですね。あ、これやな、この道ですね。さっきのゴルフ練習場のとこをまっすぐ降りてきたらこれにつながるいうことでしょうね。ここやったらだいぶ近道になったね。通してくれてもええのにな。あかんか、マイチングよしこ先生やな。まだ言うとんかい。ほんまに登山口があるんかな。ちょっと周り見ながら行き寄るんですけど。あ、これじゃん。なんか登山口っぽい道がありますね。なんか書いてないかな。緑の聖域。
お願い、話し声は意外に響きます。特に早朝はご配慮ください。あ、これ、あれですね。登山口ってことですね。早朝登山する人がおるから、多分そういうことじゃないですかね。多分これやな。あ、登山道やわ。あ、これやわ。始まっと。これ進んでいきましょう。あ、やっぱ行けるんや。距離的にはね、塩焼田町から須磨浦山上遊園まで、そんなに距離ないと思うんですよ。これ行かれんかった今日動画どないしようか思ったんですよ。なんかここ美味しそうな唐揚げ屋さんあったからそこでご飯食べて動画締めようかなとか、なんかいろいろ考えとったんですけどね。あ、痛い。まあ、よかったやん。あ、救急車の音。最近なんか救急車多ないですか？でもこれ、まあまあ急ですね、これ。あ、ねえこれ。これ梅や。梅の花や。綺麗な。確か、須磨浦山上遊園の端っこの方にね、梅林があるって調べて分かったんですよ。これのことやな。でもまだほとんど咲いてないですね。撮影日は2月26日です。まあ、これなんかは結構咲いてますけど、これまだでも全開じゃないですよね。これ一面全部これ、梅の木でしょうね。でも、ということは、ここはもう、須磨浦山上遊園に着いたってことですね。あ、もうなんか、登山口からね、15分ぐらいで着きましたよ。めっちゃ近い。ね、これ。西部展望台。展望台か。景色見えるんかな。おー、綺麗な。結構景色見えますね。八伏山からね、見る景色はこうやって明石海峡が見えるのがね、これがいいですよね。じゃあちょっと、須磨浦山上遊園をね、ちょっと歩いて動画を締めようと思います。いや、なんかここへ来たらね、毎回ね、一人でニヤニヤしまうんですよね。このなんか懐かしい雰囲気がね。変な人やん。これ聞こえますかね。なんか郷ひろみの歌声がね、ずっとここ響き渡ってるんですよ今。なんかね、すごいなんか懐かしい空気なんですよね、ここ。それが、ここの魅力やで。うわ、なんか懐かしい歌が聞こえるわ。これ、聖子ちゃんかな？めっちゃ昭和の歌ですよね。ここね、昔懐かしいジュークボックスがあるんですよ。お金入れて歌がかかるやつね。ちょっとそれ、見てみましょうかね。誰の歌やろ、これ。ここの中に、ジュークボックスがあるんですよ。あ、ほらほら、これまだ稼働してるんですよ。すごい。中にこれレコードがいっぱい入ってて、これがウィーンって回ってね、ここに乗って曲がかかるんですよね。なんかいろいろあるんですけど、どうしようかな。あ、これ行こうかな。ロマンは止まらない。これ行きましょうか。懐かしい。キュー押して、この N、 あれ押したんやんか。これで始まるか。お、ガチャ入れた。おお、回ってる。レコードが回転して、うんガッチャン。おお、すごい。おお、回りました。え、かかるのかな。あ、来た。これめっちゃ懐かしいですね、これ。うわ、雪降ってる。めっちゃ雪や。で、ここの上が展望台レストランになってまして、丸い建物でね、床が回転しながらご飯が食べられるんですよね。まあ、そういうとこもあるんですけど、今回ちょっと僕、目当てがありましてね。目当て？ここの、ゲームセンターがあって、今までここ泊まってたんですけど、最近になって稼働しだしたらしいんですよね。で、なんか懐かしいゲームがいっぱいあるみたいなんで、それをね、見てみたいと思います。あ、ありましたね。これね、ラッドモビールって言って、これが今この筐体で稼働してるのが、日本で唯一ここだけみたいなんですよ。マジ？これがすごいですよね。画面がちょっと緑っぽくなってまして、なんかこれは劣化かな。でも動くのは動いてますよね。で、隣にはこれ、スーパーモナコ GP って言ってね、これもね、
多分日本で動いてるのここだけじゃないですかね。これめっちゃ古いですよ。これ僕が学生時代に稼働してたやつですよね。これはすごいな。こっちは画面まともですね。これすごいですね。あ、これもまだあるんですね。これなんて言うんやろ、エアホッケーかな。せやで、これもあったな。これまだ動いてる。これ、あ、これってセガやったんですね。知らんかったな。トンちゃん、大はしゃぎの巻。はい、じゃあね、スマウラ三条遊園に無事着いたということで、この辺りで某チョコボールを開封してみたいと思います。どうだ、外れ。はい、というわけで今回は塩屋北町からスマウラ三条遊園までやってきました。はい、はい、はい、ありがとうございます。黄色いとこでね。はい、はい。はい、ありがとうございます。はい、おー。はい、揺れる揺れる。ガッタンゴと言いますね、これ。はい、というわけで今回はスマウラ公園で有名なスマウラ三条遊園を山の裏側、塩屋北町から登ってみました。お疲れ山。ちょっと行けるかどうか不安やったんですけどね、なんとかこうやって行くことができました。山陽電車のスマテラから塩屋北町に行って、そこからスマウラ三条遊園まで来たんですが、だいたいね1時間もかからんぐらいのそんなコースでしたね。まあほどほどに歩ける楽しいコースやったんじゃないですかね。もうガッタンガッタンうるさいですよこれ。ということで、ね、今回の動画は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただき、すごい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 、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。